あそこの会場、懐かしいな。オーディションを受けてアイドルへの一歩を踏み出した場所。なんでこんなところに来ちゃったんだろう。私はもう。あの子は私に憧れてアイドルになろうとしてる。でも危なかった。アイドルだった時のことなんて私にとってはもう遠い昔のことみたいに感じるのに。それでも私はもう、なんとなく来ちゃった。でもアン、お店の手伝いできっと。はーい、ありがとね。あ、はるか、久しぶりだね。中学校以来そんなところにいないで。ほら入って入って。はい、ミルクティー好きだったよね。うん、ありがとう。私もちょっと休憩っと。いいの？サボってて。平気平気、ちょうどお客さん途切れたところだし、父さんも相手がはるかなら何も言わないでしょ。アンは相変わらずだね。アンは神山高校だっけ。学校はどう？楽しんでるよ。友達に頼まれて風紀委員やってるんだけど、ドローンや自作のロボット持ち込もうとする変な先輩がいたりしてさ。あとクラスメートに気が向いた時しか学校に来ない子がいたり、なんていうか自由？確かに自由な感じするね。そう、大事な報告しなくちゃ。私さ、一緒に歌ってくれる最高の相棒ついに見つけたの。え、夢のために探してるって言ってたあの？そう。あ、そういえば宮城の1年だから遥かも知ってる子かもね。小羽って言うんだけど、今度2人で初めてイベントに参加するの、もう楽しみでさ。そっか。何も聞かないのね。聞いてほしいならいくらでも聞いてあげるよ。世間では完璧なアイドルなんて言われてたけど、真っ青なペンギンのキャラ弁持ってきてニヤついた顔で授業中にこっそり早弁してたこととか知ってるの私くらいだし。あれはちょうどペンギンにはまりだした頃で、あの時クラスのみんなドン引きしてたよね。あの青は食べ物の色じゃないって。でも可愛いって言ってくれた子だっていたし。え、そうだっけ。もうそうだよ。どこへ行っても私はアスランの桐谷ハルカ。でもアンはここへ寄ったのは間違いじゃなかったな。
はよう。いらっしゃい。あれ、はるか？今、ちょっと話せる？大丈夫だよ。まだ開店したばっかりでお客さんいないしね。それで、わざわざ休日の朝早くからどうしたの？話しておきたいことがあって。私、もう一度アイドル目指すことにしたの。そっか。うん、それだけなんだけど、言っておきたくて。律儀だな、はるかは。せっかくだし聞いておこうかな。なんで気持ち変わったの？ファンの声に後押しされたとか？そうね、ファンのみんなが私を待ってくれてるのは知ってるけど、直接のきっかけはそうじゃないの。同級生に私に憧れてアイドルを目指してるって言ってくれている子がいてね、その子のおかげなのよ。へえ、どんな子？正直初めはアイドル志望にしてはパッとしない子だと思ってた。でも誰よりも頑張り屋で、オーディションに何度落ちても諦めなくて。アイドルはただキラキラしているだけの綺麗な存在じゃない。厳しい現実も、ファンの知らない舞台裏もある。そういうことも全部知った上で、それでもアイドルってすごいっていうの。みんなに希望を届けてくれる存在だからって。へえ。その子が教えてくれたの。私もちゃんと希望を届けられていたって。だからまた一からスタートしたいって思ったの。はるか、今すごくすっきりした顔してるね。そう？でもそうかもしれない。ずっと灰色だった景色が輝き出したみたいに見えるから。よかった。あ、ライブとかやるとき歌う場所が必要だったらいつでも声かけてよ。ここら辺のイベント会場ならある程度私が紹介できるし。もう一人顔の広そうなやつが知り合いにいるから力になれると思うよ。ありがとう。力を貸してほしいときには相談させてくれる？うん。今日はありがとう。話せてよかった。私も。またいつでも遊びに来てね。よかったらさっき言ってた子も一緒に。うん、また来るね。ごちそうさま。うん、またね。アンにちゃんと話せてよかった。アンがいてくれたおかげで、あの日前を向けたから、今度は私がみんなに前を向いてもらえるように頑張らなくちゃ。